一つだけ継続していることがあります。それはジョギングです。私は学生時代はバスケットボールをしていたのですが、就職して以降実際にはこうプレーする機会はありませんでした。2004年にアメリカに留学することになりまして、で行った先で当時30代半ばだったんですけれども、同年代の方たちとですね、一緒にプレーする機会がありましたが、当然ながらもう3分もしないでですね、走ることができませんでした。そこでこれは運動というか走って体力をつけなきゃいけないなというような動機が生まれまして、それ以来ですね、週 1,2 回、最初は短い距離だったんですけれども、現在は1回約10キロ50分ちょっとなんですけれども、こう継続的に走ってます。社長業をしてますと、社員やその他の人に言えない悩みがいろいろと出てきます。無心で走ることによって気分を一新し、体もリフレッシュしてまた頑張ろうという気持ちになります。健康維持の方法でもありますし、気分転換の一番の機会になっています。一つ好きな言葉がありまして、パースーと追求するという言葉が私の好きな言葉です。仕事をするにしても、運動をするにしても常に最善を追求していきたいというところをいつも考えています。当社の業界は、厳しさが増しているんですが、社員一丸となってお客様のニーズに合わせた技術者集団となってですね、社会貢献、社員の福祉増進、企業価値の向上を考えて、この業界で確固たる地位を築いていきたいと思っています。